深夜の音楽空間へようこそ。ブリッツインデックスピスキッツ号スタート。イエーイ。さあ、それではですね、はい、皆さんに中を見ていただこうと思いましたが、え、見えないんですか？明日から東京の音楽はブリッツから変わっていきます。ビスキッツのケンジです。今日もまたですね、ここ赤坂ブリッツ、皆さんにご紹介差し上げようと思いましてやってきました。今日はこのライブをご案内差し上げようと思います。今日はゲストコメンテーターをお呼びしております。ミュージカル評論家、美女と野獣先生です。どうぞ。どうも、はじめまして。ボインセチアを育てようと思います。会長、宝田明です。はい、じゃあ早速入ってみましょう。入ってみましょう。いやー、なるほどね。宝田先生、じゃあ一斉に開けましょう。はい、せーの。ビューティフル。おー、グレイ。先生、はい、ブリッツカレンダーなんて。あ、これはですね、ブリッジで行われるアーティストの方を、はい、一目瞭然、もう一目で分かるようになると、今月ですよね。お、これは先生、来年1月10日でございます。はい、ザ・ピース・キッズ。ここはロカルロカです、はい、ここはですね、はい、何をモチーフにされてるかというと、ね、市民プール。あ、なるほど、市民プールのロッカールーム。市民プールのロッカールームを、あ、書いてますね。あら怖というわけで、いかがでしたでしょうか。では明日から、明日はですね、ここから客席やステージなんか見ちゃおうかななんて思ってます。もうより深い、もういわばブリッツの心臓部ですね。そうですね。お、いよいよ確信に迫ります。お楽しみビスキッツのケンジです。そしてアシスタントのミホです。よろしくお願いします。今日はですね、ここ赤坂ブリッツの内部、この今日は楽屋の方をですね、皆さんにご案内差し上げようと思います。その前にですね、ゲストコメンテーターを呼びしております。美しい部屋研究家、三遊亭楽屋さんです。どうぞ。どうも、三遊亭楽屋でございます。とりあえずケンタロウ君、何言ってんの。楽屋の方覗いてみたいと思います。どうぞ。あ、これまた綺麗楽屋ですな。楽屋の説明をしたいんですけどもね、普通大体この一回り小さいサイズが大体楽屋の椅子なんです。それが何でか、何で大きなったのか、はい、この赤坂ブリッツ、森久美子さんが使うんです。ビスキッツのケンジです。アシスタントのジョニーです。今日はどうですかね。美穂ちゃん疲れましたんで。なるほど、はい。今日はですね、はい、ここ赤坂ブリッツの道、はい、ブリッツの道最終回、はい、ということなんですけども、ついにですね、今日はステージを皆さんにご紹介したいと思います、はい、そこでですね、まず今日のゲストコメンテーターをお呼びしましょう。総合舞台監督の稲川慎也さんです。どうぞ。キャッチセールズ撲滅運動会長の笹桂です。今日はですね、水のメールに書きたいと思います。ステージ、ステージはさ、だって上がれないんだよ。なんですか。本当上がれない。そうなんです。だってね、ステージに上がるために俺はこうやってやってる。もう先生参っちゃったな。じゃあ早速ステージ案内したいと思います。レッツゴー。ステージはこのようになっています。本当にこのステージでいろんな方がステージでライブなされたと思うんです。でもね、はい、もうここでね、次ね、ビスキッツもさ、はい、ライブやるわけだ、はい、すごいよ、ビスキッツ。ここ1月10日にワンマンライブ、まあ、1週間にわたってですね、こちら赤坂ブリッツの内部をですね、鋭くえぐってきたわけですけども、いかがでしたでしょうか。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひですね、4月の我々ブスキッツに会いに来てください。そしてこの赤坂ブリッツ、素晴らしい赤坂ブリッツの皆さん、よろしくお願いいたします。今はもう
。